橋本次郎9月16日から1977年3月14日は昭和期の農業指導者、政治家。衆議院議員、熊本県玉名郡活席村長、玉名市長、玉名市名誉市民。熊本県玉名郡活席村で、橋本静太の次男として生まれる。1926年早稲田大学専門部、政治経済学科を卒業。 1933年活石村会議員に選出された。その後、活石村長、熊本県会議員に在任した。1946年4月の第22回衆議院議員総選挙に、熊本県全県区から無所属で出馬して当選し、国民共同党に所属して、衆議院議員に一期在任した。この間、共同民主党常任中央委員などを務めた。 1952年10月の第25回総選挙で、熊本県第1区から改新党所属で立候補、したが落選した。1954年4月27日、初代玉名市長に就任し、1966年4月26日まで3期、在任、公共施設の整備、産業振興、漁業構造改善事業の推進などに尽力した。 1970年4月27日、玉野市長に再任し、1977年3月14日の死去まで2期在任した。この間、道路網の整備、下水道の整備、運動公園の設置、市総合庁舎の建設などに尽力した。また、活石村産業組合長、道農業会長、道漁業会長、熊本県産業組合専務理事、 同農業会場無理事、同水産業会理事、熊本県農地委員、有明広域市町村県協議会長、玉名平野土地改良区理事長などを務め、農林漁業などの振興に貢献した。ありがとうございます。